お兄さん大変です。姉からこの連絡が行く頃には私はもうこの世にいないでしょうって LINE が。え？姉はこんなタチの悪いいたずらはしません。何か知りませんか？実は先週ユミが家を出てね。どうして？それがわからないんだ。奥さんが家を出たのに何も知らないの？いなくなる前の日までは特に変わったところもなかったのに、買い物に行くと出かけてそのまま行方不明になったんだ。何か情報はないんですか？県南の海の崖にユミのカバンと靴が残されていたと警察から知らせが来て。そんなバカな。美穂ちゃんにも連絡しようと思ってたところなんだ。嘘よ。姉は命を粗末にするような人間じゃないわ。もちろん遺体が上がったわけじゃない。そんな言い方やめてください。無事を願ってたんだが、ユミからそんなラインが来たならやはりもう。いいえ、姉は生きてます。絶対。そうだね、僕も生きてると信じたい。お兄さん、姉と喧嘩でもしたんですか？え？実は少し前に姉にしばらく会えないと言われてて、何かあったのかと聞いたんですけど。濁されたから夫婦喧嘩でもしたのかと。それはないよ。だったらどうして？いつもとても仲良さそうに見えたから幸せなのかと。そうだよ、僕たちはうまくいっていた。でも姉は家を出たんでしょ？何か悩みがあったのかもしれない。どういう意味ですか？他に好きな男ができたとか。まさか姉の浮気を疑ってるの？考えたくはないけどね。ありえない、姉は浮気なんてできる人じゃない。けど携帯電話を肌身離さず持ってたし、長い間それをいじってる時もあった。それっておかしいだろ。まさか。僕は無骨な男で仕事ばかりで寂しい思いをさせたのかもしれない。不満があったのかも。姉は浩二さんと結婚してとっても幸せだと言ってたし、もし何かあったとしても話し合ったはずです。そうだよ、何かあるなら言ってほしかった。それに結婚してまだ1年ですよ。浮気なんて考えられない。落ち着いてくれ、僕だって戸惑ってるんだ。あ、そうですよね、すみません。妹にも言えないような悩みだったのか。だとするとよほど切羽詰まって思い詰めてたのかもしれないな。そんな。とにかく今はユミの安否の確認が先だ。確かにそうですね。警察に頼りきりじゃなくて自分でも探してみるよ。私もそうします。私は美穂、28歳。家族は2つ年上の姉だけです。両親は数年前に事故で他界しましたが、資産家だったので多くの遺産を残してくれました。そのおかげで不自由なく姉と支え合って生きてこれたのです。その姉も1年前に結婚。同じ会社で知り合った浩二さんは優しくてハンサムでとてもお似合いの夫婦だったのですが、まさかあんなことになるなんて。幸せな生活から一変した日常、それは恐ろしい破滅への始まりだったのです。3日後。あなたが今現在どこにいるかがわからないから先にお願いするわ。驚いても声に出さないで。え？そしてもし夫の浩二がそばにいても絶対に見せずに続きを読んでください。生きているの？そうよ。でも喜ばずにしばらくは悲しむふりをしてちょうだい。特に夫の前では。今どこにいるの？質問は後にして私の頼みを聞いてほしい。何があったの？私は浩二と義母に騙された。あの人は私を愛してなんかなく、ただの金目当てだったの。姉ちゃん、どういうこと？結婚してしばらくすると浩二と姑は私から通帳もカードも取り上げ、母の形見の着物や貴金属も全て売り払われてしまったの。何ですって？私は朝から晩まで家事をし、さらにパートに行き、収入も管理されてしまった。その金で奴らは贅沢をするのよ。ひどいじゃない。さらに夫は浮気もしてる。姉ちゃんが出て行った理由に他に好きな男ができたのかもって言ってたわよ。私を悪者にしたいんでしょうね。ひどい。
最初からお父さんたちが残してくれた資産が目当てだったみたい。その時期だけは優しくて素晴らしい恋人だった。何それ、最低。半年で嫌気がさして離婚したいって言ったんだけど、ひどく責められてね。殴られ蹴られてしばらく動けなかった。あの男許せない。そのまま逃げるのも尺だったから、そこから半年我慢したの。どうして？夫に従順なふりをして証拠を集めるため。はいはいと何でも従いながら、たまに反抗して全てを録画したわ。だからここしばらく会えないって言ってたのね。ええ、怪我もしてたし痩せたし、全ては演技だけど、美穂にそんな姿を見せて心配をかけたくなかったから。そうだったんだ。だけど最近身の危険を感じるようになったの。階段から落ちたり、自転車のブレーキが壊れていたり。嘘。浩二は私が証拠を集めているのを気づいたのかもしれない。え？証拠があれば浩二は逮捕される。当然離婚になるし、慰謝料も請求される。その前に私を亡き者にしようと考えてもおかしくないやつよ。そんな悪い人間だったんだ。完璧にこっちが有利に離婚できる証拠が集まったら弁護士に相談するつもりだったけどね。先に逃げて行方をくらますことにしたの。だから身元のわかるものを崖に置いて。そうよ、飛び込んだように見せかけたってわけ。そんな危ないことしないでよ。実際に飛び込んだわけじゃないし。やだもう、崖の上でカバンや靴を置いてる姉ちゃんを想像するだけで嫌。ごめんね。で、ここからが本題なんだけど、銀行の貸金庫に証拠の画像や動画音声なんか全て預けてたの。そうなんだ。生活費の通帳やカードは取られたけど、結婚前の貯金や遺産の通帳なんかも貸金庫よ。それを渡さないものだから、余計に工事と姑に強く当たられたわ。姉ちゃんの金なのに取り上げようとするなんて。その証拠の品はもう金庫から出してある。それで？美穂にそれを渡したいから、工事には絶対内緒でここへ来てほしいの。どこ？一軒だけ処分しないで残したお父さんが建てた別荘よ。あそこね。そこで証拠を渡すから、まずはそれを警察に持って行って。姉から送られてきた、もしかして危険な目に遭わされたかもしれないって訴えてほしいの。わかったわ。警察のマークがつけば、あの鬼畜も手を出せないでしょ。そうだね。あとはお隣の木村さんがスピーカーおばさんだから、姉がひどい目にあったらしいとそれとなく話してほしいの。きっとご近所にすぐに伝わる。任せてよ、そしたら離婚できるね。実はね、浩二がちらつかせた署名入りの離婚届があるの。何それ？ずっとね、離婚されたらお前が困るぞ、自分がいないと生きていけないぞって言われてきた。わざわざそれを言うために署名した届けを持ち出してくるの？そうよ、証拠を取るためにはいはいって言うことを聞く私を洗脳できたと勘違いして。離婚しないでってすがるとでも思ってたんでしょ。バカじゃないの。私もさっさと逃げればよかったんだけど、証拠収集に躍起になってたらこっちの身まで危うくなっちゃって。わかった、協力するよ。絶対に許さない。本当に好きで結婚したのに、最初は彼のあまりの変化にすごく悩んだわ。姉ちゃん、自分が悪いからだとか、子供ができたら変わってくれるかもとか、いろいろ考えたんだけど、姉ちゃんが悪いわけないよね。すっかり100年の愛も冷めちゃった。ちょ、切り替え早。でもようやくいつもの姉ちゃんに戻ったって感じ。美穂と連絡できてほっとしたのかも。あんな男と無駄な時間を過ごしちゃったよ。素が出たね。そう、本当に生きてて安心した。じゃあ言われた通りに動くね。あの最低男、社会的に終わらせてやるわ。頼んだわよ。任せて。2週間後。おい、何しやがった。返事しろ。何ですか？警察に余計なことを言っただろう。俺がユミをどうにかしたって。事実を提出しただけです。嘘つけ。警察は俺がユミを崖から突き落としたと疑ってるぞ。あの証拠を見ればそうなるでしょうね。俺はやってない。でも姉を殴ったのは事実よね。知らないな、言いがかりだ。
とぼけないで。お前こそうちの近所に来て余計なことを喋ったのを訂正しろ。会社にまで話が広がったんだぞ。それならすぐにクビね。ふざけんな。エリートなんだっけ。イケメンで優しくて仕事もできる。仮面が剥がれちゃってもうご近所歩けないわよ。クソが。再就職も難しいんじゃない。ユミは自分で身を投げたんだ。悲しいのはわかるが俺のせいにしないでくれ。いいえ、あなたが姉を追い詰めた。証拠の動画を私も見たわ。姉に手を挙げて罵って、あんたもその母親も鬼よ。くたばったやつの復讐ってわけか。遺体は出ていないんじゃなかった。どうせ魚の餌になってるさ。よくそんなことが言えるわね。かわいそうな姉ちゃん。ユミがくたばっちまった以上関係ないね。警察だって俺に何もできやしない。証拠の動画まで残してた用意周到な姉が本当に自分で命を絶ったって信じてるの。何？あんたら鬼畜のせいであざだらけ、傷だらけだったよ。しかも痩せ細ってさ。まさか生きてるのか。あんなに綺麗で優しい姉ちゃんによくもひどいことしたな。絶対に許さないから。俺がやってないのはユミが一番知ってるはずだ。生きてるならさっさと戻ってこい。どこにいるんだ。慣れ慣れしく姉ちゃんの名前を呼ばないでよ。もう他人なんだから。え？お前みたいな役立たずは俺に離婚されたら生きていけないだろうって姉ちゃんに離婚届をちらつかせたらしいじゃない。それは姉ちゃんを洗脳できたと勘違いして丁寧にハンコまで押して投げつけたんでしょ。それ提出しましたんで。マジか。姉ちゃんはあんたが思うほどバカじゃないし弱くもない。あんたみたいな仮想男が姉を洗脳しようなんて笑っちゃう。ちょっと待ってくれ。俺はユミを崖から突き落としたりしていないんだ。姉ちゃんは今警察に行ってるわ。後の言い訳は警察ですればいい。嘘だ。姉ちゃんに怪我をさせた罪は償ってもらうわよ。まあ、待ってくれ。くたばれば遺産が手に入るのにって言ってるあんたの声もバッチリ録音されていたわ。逮捕は時間の問題じゃない。そんな、助けてくれ。離婚届はもう提出したし、あとは慰謝料と財産分与の話だけど、弁護士から連絡が行くんでよろしく。おい、話を聞いてくれよ。後日談。義兄と姑は姉に対する暴力で逮捕されました。事件発覚から義兄の一族からも絶縁を叩きつけられているとか。もちろん会社はクビで無職になり、前科持ちでは再就職もままならないようです。近所でも噂話が事実だったと広がり、昼間は買い物へも行けず、二人とも家にこもっているそうです。姉は怪我も治って元気になり、すっかり立ち直りました。嫌な過去とは決別し、今は二人で楽しく暮らしています。